おはようございます。12月17日朝6時38分の相場解説になります。デイリーの方からいつものように見ていきましょう。こういう風に下がってきたのがここのきっかけを持ってですね、こうぐーっと上がってきたけども、まあ、横ばいになったんではないかなという風なことを申し上げるのと同時にですよ、緩やかに右肩上がりのフラッグを形成してるんではないかなと、ここからこう入ってきてね、フラッグを形成しているんではないかなというふうにお話ししていきましたよね。というところでここが買いで取れるということで、そろそろ下にですよ、向かうんではなかろうかというところですね。プラスフラッグをこういうふうに抜けていくことも考えておかなければなりませんね。これが概要です。で、次これ4時間ですけども、4時間はどういうふうに見ていったかと言いますと、振り返るに大きな山がここにあると、小さな山ができる、リズムを取るように大きな山と大きさが同じぐらいのがあって、小さな山ね、それがあって、今度もやったら大きな、ね、山に戻ろうとしているから、まあ、私はこういうふうになるんではなかろうかという仮説が一つで、このもう一個がですね、ここ N を書いて上に突き抜けていくのかなと、もしくは下に行くのかなってところですね。これが2つ目です。で、1時間、肝心な1時間見てみますけども、1時間で見るとね、なんとね、こう上がってきたところ N の字を書いて下がるかなと思ったら、もうね、泣きが入りますよね。こういうふうになってるわけなんですよ。ちょっと予想外の動きが出ましたけども、ざっくばらんに見てですよ、こっから、こういうふうに下がっていくことが私は濃厚かなと思ってるんですよね。だからちょっと売りで考えていこうかなと思うんですよ。売りのタイミングはこの大きな陽線と同じところまで下がったら、こっから売りエントリーしようかなってことですね。本日はそんなとこですかね。では失礼します。